Hello， 大家好，这里是今天的视频呢。看了标题，大家应该知道今天是要聊日本的男尊女卑的问题。但是这个问题啊，我一直很想吐槽一点，就是很多营销号不知道为什么有的时候就好像冲月底 KPI 一下，时不时把它拿出来，然后一顿无脑黑。而且更有甚者呢，还说啊，你要了解日本这个民族、这个国家，你就去读《菊与刀》，非常的真实。我就 Excuse me， 我先不说这本书啊，是一个没有去过日本的美国人写的，这本书已经是二战时期写的了，而且里面有非常多那个年代美国人对于亚洲各国的偏见。阅读体验极差，所以呢，既然你有缘点击这个视频，相信你也是对日本这个男尊女卑的话题、女性地位呢是有点兴趣的。那么我来跟你分享今天这本书，就是来自于Sakai Junko san的《男尊女卑》。我先问一下，应该弹幕里很少有人知道酒井顺子老师吧？如果听过酒井顺子老师，麻烦扣个一啊，没听过扣个零。接下来这个弹幕就会叫零丁洋里探零丁洋。OK， 那既然是一位大家不太熟悉的老师，所以我就来正儿八经的介绍一下酒井顺子老师。1966年，他出生于东京，毕业之后呢，曾就职于一家广告公司，辞职之后呢，就从事了写作。2003年发表的《Makeino Tovoi》里面的 Makeino 代表的就是败犬，你可以直接把它理解为是我们之前说过的大龄剩女这么一个词。而 Makeino 这个词也在2004年的时候登上了日本的流行语大赏。这本书虽然已经是2003年的历史有点久远，但是里面很多一针见血的观点，加上老师的语言呢也非常的有意思。如果大家看了这个视频觉得不错啊，这个老师我有兴趣的话，多点个赞啊，我们再来安排一期专门讲这个 Makeino Tovoi。 那么讲完这些写在百度百科上面的东西啊，我来跟你们讲一些为什么我被酒井顺子老师这个人给深深吸引了，主要是因为他的成长背景和经历。首先他的家族成分，父親は昭和一桁生まれ、子供の頃は軍国少年だったとつぶやいていたことがあります。戦後急に教科書に墨を濡らされた世代ということになりましょう。母親はその10歳年下で、戦後の教育を受けた世代。明るく華やかな性格の母親は、いろいろなボーイフレンドの中から頼りかいがありそうな大人ということで父親を選んだ模様です。が、結婚してみたら様子が違ったのだそう。若い妻を大切にするかと思いきや、父は俺は黒と言ったら白いものも黒と言った。昭和一桁の特徴をいかんなく発揮、気に入らないことがあると何週間も口をきかないなど、いわゆる危険というものの良し悪しがはっきりと見て取れるタイプでした。而他的妈妈啊，就真的非常精彩。他妈在年轻的时候从来都不在外面缺男朋友啊，你没有听错，在外面找男朋友。我当时读到这里，哇哦！甚至他妈的最后一任男朋友还在他妈的葬礼上面还特意来了。酒井顺子老师自身呢是一个女子校出身的，这一点我也非常的好奇，因为如果你们仔细去看的话，一些出身于女子高校的 announcer 啊、idol 啊或者 model， 他们身上会散发出来一种很特别的气质，所以我对这个女子校出身的女孩子一直都很好奇。再加上她成年之后，也就是她就职时期，正好经历了日本一个特别辉煌的时光，也就是 bubble， 他们那一代人呢正好被称为 bubble 世代。而现在的酒井顺子老师，她也处于一个非常特别的状态，就是不婚不育。哦不，准确来说应该是没有结婚也没有生育，而不是不婚不育。我以上知道这些所有东西不是说我去哪里嗑瓜，而是就是在老师的作品当中就有写，大家有兴趣可以去读一下《家族修理》、《泡沫日记》、《Bubble Complex》。以上这些所谓的瓜都是来自于这几本。 OK， 那么介绍完这个人呢，我们就来讲这个作品。首先如果各位姐妹经常看我的视频，一定不陌生上野千鹤子老师。那如果你赞同并喜欢上野千鹤子老师的作品的话，酒井顺子老师的作品一定不会让你失望。因为我笼统的概括一下，就是酒井顺子老师的作品就好像把上野千鹤子老师的观点，比较抽象的社会学女性学的一些理论知识，结合他自己对于女性生活的思考，融入到了一次闲聊当中。是的，我每一次读老师的作品都不觉得像在阅读，真的就是一次闲聊。不过在这里我要提醒一点，就是因为老师的作品主要是散文，是一种观点的输出，所以它并不是那种学术性很强的那种功能性的书。并且呢，因为老师跟我们这个年代也是有差别啊，国籍也不一样，会有一些代沟。就算我现在跟你们推荐他，并不是说我赞同他全部的观点，这个东西还是要大家自己去判断的。但是话又说回来，他在作品当中用的语言呢，确实都不是非常的绝对，很多用词都是でしょう、だろう、かもしれないと思いますけど。再加上老师的作品中偶尔出现的混段子，时不时的异想天开啊，真的就非常像你跟你姐妹在聊天，你知道吗？还有老师的作品当中还会讲到非常多过去的故事啊，我最爱喜欢听这些故事了。比如说他在福克秋这个章节讲到了两个曾经因为含有女性蔑视成分而被指责的广告，一个是おいお茶，还有一个是泡面的广告。1975年にはインスタントラーメンのコマーシャルで使われた、私作る人、僕食べる人
という言葉がやはり女性差別的っていうことで問題になりました。この時はすぐに別の言葉に変わったようですが、おいお茶は1989年から使用されている名称にもかかわらず長らくスルーされてきました。あだし作る人の頃はまだウーマンリップが盛んだったのに対して、おいお茶の誕生の頃はバブルの時代、むしろ性の商品化進んでいたせいなのか。おいお茶、確かに性役割分担運動を想起させる名前ではあります。おとイの間に波線が入ることによってだいぶ急変ないびきが和らいではいますが、おい時代はかなり印象の悪い言葉。昔の巡査はおいこらと人を呼びつけるということで悪評が高かったですし、封建時代の夫は妻の名前など呼ばず、おいとかお前で済ませていたのです。就是其实在我读到欧伊欧恰这个时候，我真的一直单纯以为它就只是欧伊欧恰，我没有想到有这个成分在。还有最后一点，老师的书有个特点啊，我给你们拿过来，你看很小，相比之下是比较薄的那种，所以读起来也比较快。加上呢，这一本定价550日元，对于接下来马上开始的国庆长假和寒假都非常适合大家拿来作为一个了解日本文化的阅读材料和锻炼口语的一个口语材料，经费有限的姐妹可冲。OK， 那么讲了这么多，终于要开始讲《男尊女子》这本书了。那么首先我要提醒大家一点，就是这本书呢，它因为是个散文，每个章节没有太大的联系，所以今天这个视频呢，主要是跟大家介绍《男尊女子》这本书里面有什么值得推荐分享的观点。具体的内容呢，偶尔会有一两段，但是整段整段的呢，我会放在明天的另外一个视频当中，就是大家所谓的阅读纯享版，你也可以理解为听了就想睡觉的版本。OK， 首先呢，是作者怎么发现了男尊女子这种存在，就在第一章节七下的九星妈内的时候，他就讲到，虽然在日本现代社会，大家在方方面面已经有很强的男女平等的意识了，就连他问他小学生的侄子啊，他们学校老师都已经不再说男女差别的去称呼。就是在日漫中，大家会发现早期的时候啊，老师称呼男孩子会马鲁马鲁根，而称呼女孩子会马鲁马鲁江，而现在呢，老师统一的都叫马鲁马鲁桑。而作者回想起他学生的时代，才发现也没有感觉到特别大的女性差别对待，主要是因为他生活在一个只有女孩子的环境当中，就是因为在那样的环境下，女孩子不会想说什么学生会主席啊、体育委员啊这种职位都要由男孩子来当，不会有这种想法，因为只有女生。按理来说呢，女孩子可以在那个环境下全面发展她们的体育技能啊，或领导能力啊。但是作者发现，当她第一次进入到大学，也就是一个男女混校的状态的时候，有一些女子校出身的女孩子，竟然想要主动的成为一个小さな女子マネ。が、そんな私ですら驚いたのは、同じ女子校出身者たちが大学で聞き出してアメフト部やらラグビー部やらのマネージャーになっていたことでした。彼女たちは男の子の世話を焼いて思いっきりプレイさせてあげたいという気持ちを持っていたようなのですが、もしも女子校でリーダーシップや男性に伍する精神が養われるのであれば、どうして大学に入って女子マネージャーなどになりましょう。他人を助けたいというのは立派な心掛けではあるのですが、彼女たちは決して女子バレーボール部や女子テニス部のマネージャーにはなりませんでした。彼女たちは同性を助けたいわけではなく、男子を、それもかっこいい花形運動部の男子を助けたかったのです。やっと女子高生活から抜け出したのだから、かっこいい男子に囲まれてみたかったのだ、と今になれば彼女たちの気持ちはわかります。が、当時の私はこの現象をボカーンと眺めていました。尻尾を振って男の汚れ物を洗濯するのはどういう感覚なのか、と。私はこの時初めて世の中には男尊女子という人たちがいることを知りました。女は男を立てるもの、女は男を助けるものという感覚を持ち、そこに生きがいを感じる女子が案外身近に、それも女子校出身者の中に大量に存在したことは大きな衝撃だったものです。所以也就是在那个时候，他第一次发现原来男女差别已经非常微小的年代，也是有男尊女子这样的存在。而在这一章的后半部分，作者描写他第一次发现，哦，原来真的我是被歧视的那一方啊的那一段，非常的可爱。ところが、大学生になってからいきなりの男女差別の発見、これは私にとって大変新鮮でした。自分で非差別側にいたんだということに驚いたのはもちろんのこと、もう一つ。差別されることをあえて拒否しない自分がいるということが何より新鮮でした。そうする方がめんどくさくないし、そういうことになってるし、ということから差別を受け入れる自分。これは性格のせいなのか、それとも日本人に備わった性質のせいなのか、謎を感じつつも行動によって差別解消に打って出ることはしなかった。こうして私は自分の中にも男尊女子が存在することを知りました。
女子マネにちっと思いつつも小さな女子マネを精神の中に飼っていたのです。那么接下来各个章节就讲到各种情况下的各种男尊女子。首先在九州男女这一章，他就讲到了九州男儿。大概我跟你们讲个大概的感觉呢，就是在以前的时候呢是那种お酒が強い男らしくてかっこいい。但是呢，渐渐的到了现代啊，慢慢的大家对于九州男儿的印象就越来越坏，就觉得是那种大男子主义的天性看不惯那样子。而九州的女孩子们呢，在那样的情况下，自然呢就会变得习惯把自己放得很低啊。不过在这里我要强调一点，就这个呢有点像国内开地图炮啊，就说你们。潮汕人就是重男轻女等等，只是说大概啊，大概会有那种风俗习惯啊，可能老一辈思想影响之类等等，不是说全部，不是说绝对啊。但是呢，你想啊，既然生活在那个环境下，不是每个女孩子都一定能忍得了的。然后呢，作者就发现，在九州地区，女性呢会尝试的合理化男尊女卑这样的现象，告诉大家，其实，在九州真正强大的不是男的，而是女性，是女性给足了男性面子啊。这个时候呢，作者就陷入了思考，于是他举了一个例子，我觉得这个例子带有一点讽刺，但是又蛮贴切。男女に限ったことでなく、身分や経済力などで人間の上下が決まってしまっている社会においで、下側の人は往々にして腹の中で相手を憐れみ、下に見ることによって下であることを鬱憤晴らそうとします。例えば会社においでも、地位に恵まれない人は順序に出世をする同僚に対して、あいつは仕事が全然できないのに学歴が高くて外面がいいだけで出世している、本当に仕事のことを分かっている人望があるのはこの俺、俺がいなくてはあいつは何もできないと思うことによって出世できないという屈辱を耐えていたりするものです。同じように表面的に常に慕っていなくてはならない女性たちも、外で男性からどれほど臭い扱いされようと、本当に強いのは私で、本当に実権を握っているのは私と一人つぶやくことによって悔しさや屈辱を乗り越えてきたのではないか。とはいえ、九州でずっと生まれ育った人からしたら、このような推測は、はぁ？という感じなのでしょう。九州では男女の関係において、ある種の型のようなアンデがあるのです。家の中のことは妻が取り仕切り、大会的な部分は男の領域、博多祇園山笠は男だけの祭り、女は男の前を歩かない、というのは単なる決まりであって、上だの下だのといった話ではない。車は左、人は右というのと同じで、男は上座、女は下座なのだと。OK, 那么除了合理化男尊女卑的九州男女们呢，还有另外一种是尝到了男尊女卑的甜头，也就是既得利益者，他要去不断的维护巩固这个秩序。接下来就讲到無知の狐狸，看到这个无知啊，不是说頭空っぽで，就是脑袋空空的，不是。作者说到，很多日本男性如果是想要真的去交往的，他并不是说希望这个女孩子脑袋空空啊，如果是脑袋空空的话，可能就作为炮友或者说金主可能比较合适。但是如果真的要交往的话，空っぽはちょっと困るよな。せめて俺よりは頭悪い方がいいよな。这里呢就不得不说到之前有段时间挺火的 Model Owner 的 Sashis 也说 Model 啊，不是说那个 Model 啊，是指说受欢迎，就大家可能身边会有那种看起来呢相貌平平，但是不知道为什么就很受欢迎。できる女の Sashis 也说さすが知らなかったすごいセンスいいですね。そうなんだ。大家可以发现啊，主要都是捧着男孩子，并且呢，知らなかった和そうなんだ都是，哎，我不知道，你交给我了，都那种感觉。这也是無知の狐狸，并且这里有说的狐狸装作不知道，装傻。于是呢，作者就讲到了他之前读书的时候，生活中确实有这样的女孩子，就是她相貌、成绩等等，一看就是非常聪明的一个女孩子。可是在她男孩子的面前呢，就说出了这样的话。これって書いて、とどろきって読むの知ってた？とどろくかと思ってた。という彼女に対して、バカだな、そんなことも知らないのかよ。という男子の目には、やけに優しい光が宿っていたのです。彼には彼女の無知を軽蔑する様子はない。むしろその無知を愛おしいと思っている様子が見て取れたではありませんか。彼らは、トトロキも、ニッポリも、それどころか、のぞきも、片びらの辻もスラスラ読めるような女子、すなわち私のことは、へえ、物知りだね。とする。彼は何度こやけ目の読み方を女子に教えてもらいたいわけではない。ちょっとバカな女の子に自分が教えてあげたかったのです。頭動力と読んだことをバカだなと言われた女子がバカじゃないもんと口をどからせると、じゃあこれ何で読むか知ってるかと男子はさらにアビコなど紙に書いたりしていました。彼女はもちろん、ガソンシーなどというわけで、お前何も知らないのなと言いつつ、ぐしゃぐしゃと彼女の髪を撫でったりしているではありませんか。しかし、私は知っていました。
東急沿線に住む彼女が以前から普通にトドロキをトドロキと呼んでいたことを、つまり彼女は男子向けに無知のふりをしていたのです。而刚才那个装作不知道的女孩子，在日语当中就把她称为“かまぼこ”，也就是“かまぼこって弟からできてるの？”って聞くような女。而作者就是跳到一个更加远的啊，更加高的一个角度，就是跳出了那个圈子去思考为什么会有这样的现象呢？她这样子得到了什么益处呢？那么呢，接下来作者就说到另外一种男尊女子，就是个人的力量难以改变现状的男尊女子。就比如说在修锦这一章节，一开始作者就讲到了市川夫妻さんの一句话。市川夫妻と言ってもご存じない方が増えてきたかもしれませんが、彼女は1893、明治26年に生まれ、1981、昭和56年に87歳で亡くなった婦人運動家。1953、昭和28年には参議院議員に当選し、亡くなるまで国会議員として活躍しました。ただ言葉の上だけといえばそれまでかもしれませんが、言葉は思想を表現するものです。夫妻の苦笑が態度にならぬ間は、妻は現在の地位を引き上げることはできないのではないでしょうか、と夫妻は書くのでした。对这个道理，我想看我视频的姐妹应该也懂。就确实，你称呼你老公“我家主人”，你又不是奴隶，确实很奇怪，对吧？但是呢，作者接下来给了我们另外一种观点，就是他发现有的女性她并不是被迫叫主人，而是主动的希望叫主人，这可能是一种炫耀。还有一种可能就是没有办法改变。日本有一种 “tojo azuku”， 就是要跟大家一样。没他怎么个丫丫个了？我再说一遍，就是不是所有日本人都这样子啊，只是有这样的文化。我们客观一点说啊，就是那么你作为一个普通的家庭主妇，你会有妈妈咚哦，你要在里面怎么搞得不一样呢？主人派の主婦の皆さんは、でも主人以外になかなか適当な呼び方がないのよ、とも言います。ママ友とかの間で、夫とか言うと何か聞っ取ってるムードになっちゃう。旦那っちゃからっぱちすぎる感じだし、アメリカ人じゃないから、ハーニーとかダーリンって言うわけにもいかないし、ということらしい。夫と言いにくいというのは、私のようなものからするとよくわからない感覚なのですが、専業主婦の間では、意識高い系みたいに思われないかと不安なのだそう。主婦仲間における主人と呼ぶ同調圧力はかなり高そうです。我很喜欢究竟顺子老师他对于日语的细微的情感上的变化的描写。就我作为一个如果只是单纯学语言的人，不会太了解说旦那、夫有什么特别大的差别。相当于说你要怎么跟一个外国人解释蹲坑、大号、上厕所、排泄这种有什么区别啊？好像听起来都是一个动作啊，但是就是有一点细微的区别啊。原谅我只能用这么低俗的例子给你们讲解。OK， 那么以上几个点呢，就是大概有一个结构框架的讲完了这本书都在讲什么。你可以发现老师并不是说他统计了什么数据，仿佛什么专家啊，他就是跟你慢慢的讲说啊，有过怎么样的事情，描写了非常多各种各样的人，然后他们之间的对话，就是通过这样子一点一点的累积，一点一点的渗透啊，来让你了解日本的各种各样的文化。而且还有一点，就是老师的作品从来都不会把话说死，不管是整本书的最后的章节，还是每一个小章节的最后，他都会放长远的眼光来看。比如说卡哇伊那一章呢，在他们那个年代觉得卡哇伊就是モデルために、愛されるために，所谓的可爱就是为了吸引异性，把自己变得很幼态，让人有保护。而当他第一次在书店里面看到一本书叫《可爱妈妈的年薪1000万円》的时候，他大为震惊，因为在他们那个时候，你就算要可爱，然后年收入1000万，也一定是因为你很可爱，所以你找了一个高收入的男性，然后马上变成了可爱欧巴桑。但是没有想到，现在女性已经可以非常堂堂正正的告诉他，对我可爱，因为我可爱，所以呢，我可以赚这么多钱。而里面他对于这种现象的时候是这样子描述的。しかしこれからは可愛いだけで仕事ができないとか、仕事はできるが可愛げゼロといった女性は古臭い存在になっていくのかもしれません。設備や制度が整えば、未婚であっても結婚であっても、女性が可愛いまんまで働きやすくなることでしょう。そして仕事の場に女性の労力ももっと入り込むようになれば、さらに可愛いを仕事場に持ち込むことは容易になる。そして最近の可愛いは、昔の可愛いとは少し意味が違ってきているようにも思うのです。私の青春時代、可愛いはただモテるためだけに振りかける調味料でしたが、今の女性たちはもっと様々な意味において可愛いを欲しています。可愛いが可愛いとして世界で認識されるようになってきてから、つまり可愛いで稼ぐことができるようになってから、それは単に自ら卑小なものを見せるための形容詞ではなくなってきたのではないでしょうか。可愛いことによって人としての強さ、媚びない姿勢、突き抜け感、知性までアピールすることができる今の若者たち。彼女たちを見ていると、
自己を偽ることによって見せる可愛さでなく、自己を正直に出すことで見えてくる可愛さもあるのだなぁと思えてきます。さらに可愛いは女性だけのものではなく、男性もまた可愛くあって良いのだと。最近の人工的に可愛いおばちゃんもたくさんいますが、本物の天然系可愛いおばちゃんを見ていると、人間でそもそも可愛いものなのかもという気がしてくるわ。だし、女も男も可愛いまんまでいろいろなことをしてほしいものよと思います。也就是说，酒井顺子老师的作品呢，有一种年长者的稳重啊，不是一味的去批判你看年轻人怎么都这样啊，而是说，哎呀，你们这一代确实也比较好啦，相信接下来会越来越好的，而是让大家还是对未来抱有希望了。读完不单纯是啊，我知道了，而是让人还可以继续思考一下。所以我真心把酒井顺子老师还有今天介绍的《男尊女子》这本书推荐给大家。OK， 那么以上就是今天视频的所有内容。感谢你看到了视频最后，我们下期视频再见吧，拜拜。